はいはい、なんで火つけた？欲しいな、技術欲しいですよね。はいはいはい、お願いパリー丸出し。紳士淑女の皆々様、ごきげんよう。ハリガンネットワークへようこそ。アリガネマガルです。逃亡兵士の成り上がり、続きからやっていきましょう。鎧抜きなくしましたね。いやー、うずくまっちゃってるよ。いやー、ワンオフのものをなくすと結構へこみますね。まあ、めげずにやっていきたいんですが、なんで次何装備しようかな。まあ、論争で様子見よっかな。よし、論争にしよう。で、ちょっと思ったんですけど、今の DPS? ダメージパーセンテージセカンド?あとね、ちょっとあの分身とかをね、倒していかないと、自利品なんですよね。投げナイフと火炎壺はあといくつあったかな ?42本。そして火炎壺はまあ買えるからいいとして、これとかを使って、分身?近くの分身とかは自分で切って、遠くの分身はこういうので退けられないかなっていうふうに思ってたりします。ということで、これも使いつつ、他なんだ。思いついちゃった。ちょっと再試乗戻ります。はい、ここ。クールラントのルドレス。こいつにお願いして、鳳凰の差が攻撃が連続すると HP を回復する、こいつをちょっとゲットしちゃおうかなと。やっぱなくしちゃうし、必要能力値重いしということですね。いや、これありだな。これ装備してやってみちゃおっか。よし、鳳凰のサガン、ゲットだぜと。よし、取っちゃったぞ。もう引き返せないからな。よっしゃ。まずはだ。あらー、ちょ、ちょ、待って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 。はい、はい、はい、はい。おっいやー、いいんですね。いいんですよ。素晴らしい火力を叩き出しております。あとは私が冷静に対処できるかどうか。はい、はい、はい、はい。おっ、あーん。案外痛いなー。あの剣っぷりがね。あー、よし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 。まずは、ほい。遠くだね。はい、あとはトーク出てきてるね。あいつらもちょっと、はい、はい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 は
よよよよよよ、冷静に冷静に冷静に対処しよう。冷静冷静に冷静になる歌。冷静冷静、はい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 、後ろ、はい、お前、はい、おいよ、おい、逃げろ、はい、こいつも、はい、冷静、はい、冷静、はい、冷静アタック、冷静アタックからの最後の薬効で、いけるか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 、行こう、はい、冷静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 に、ほっ、ここでからのからのちょまさかパリーが決まるとは思わなかったか、はい、はい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 、壁かけて、はい、だからいや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 、冷静に、あとだね、よし、行こう、攻撃の隙間を縫って、はい、はいはい、残り B、 はい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 、もう行こう、はいはいはい、最後はゴリゴリのエスパー伊藤エンドで終了です、ありがとうはいはあ、うー、やっぱ論争だぜ、 OK、ボンファイアリット、いやー、侮れない弾幕と、そして近接、うん、この縛りにおいてなかなかいいボスであったな、いやー楽しかった、ドキドキしたぜ、ロマンティックくれたぜ、ありがとう、レベルアップ、あ、ラッツー、ラッツー帰ってきたか、レッツ、You've come at a good time. レッツ、 It took some proud to go on. で、あの恋人を女神の祝福、投げナイフ帰ってきたね、お、雷壺か、なるほどね、黄金松屋にも早く欲しいんだよな。筋力上げても相棒は強くなんねえんだな。なんねえんだな。技量上げてもなんねえのかい。じゃあちょっと不安になったのが。時給？時給だな。時給がちょっと不安だったな。ちょっと時給と、やはり私は、運に振る。時給と運。これ、ちょっと時給と運。まあでも2レベル上げられるってことは、技量も上げられるんだけど、まあこうかな。OK。レベルアップ。
結晶コロの試験。結晶のコロが護身に用いた試験。刀身に細やかな結晶が散っている。結晶の魔力により魔力攻撃力を持ち、また装備者のアイテム発見力を高める。それはコロが生涯探求者だった証であろう。はい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 。マラソンの時にね、絶対死なないマラソンの時に効力発揮しそうですね。火炎噴流使えるね。大発火も使えるね。毒の霧、発汗、油汗、油汗、火球、結構使えんね。火の玉、あら、デモンズの竜の王で手に入る、なかなかの魔術というか呪術じゃないですか。いやー、いいですね。欲しいですね。呪術の火もね、強化すりゃ無限に強くなりますからね。いや、欲しいですね。欲しいな。Oh, you're back then. 呪術欲しいですよね。はいよ。じゃあ先進もう。あれ、アイテムってないよね、ここ。確か国籍の逃げ場だったはずだよな。ここアイテムないのかな。ない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 。オッケー。そういえばなんか青鏡とかのマークがたくさん見れるよって言ってたな。ここら辺にあんのか。あ、お、あ、あ、これ、これのこと？これ？打ち果てたやつじゃないんだ。これって青鏡のマークってこと？俺のことか。他にもあんのかな。こっから先の道であればいいんだよな。お、幸せ万歳。俺も幸せ万歳。倒せて嬉しかったんだろうな。いやー、俺の方が嬉しかったと思うよ。なんせこんな縛りだからね。あなたは何縛り？おい、光るくさび石。はい、はい、はい、おーほーい。そして、光るくさび石。ここですよ。ここじゃなーい。あ、いいね。そう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 、ここじゃなーい。そっか。チャンスだと思うだろう？しかしやめておけ。おお！すごい！評価ってこんなに来ると、あ、この評価のコインみたいなやつが光るんだ。まあ、確かに。でも、ありがとう。ここじゃないんだよな。だって、あの、熊2体と、あと、ここら辺右往左往している熊3体目がね、いるからね。こっち側にいるね。さてと、熊退治だ。お前の手は高級珍味にはなり得ないと思うけどな。まあ正直ここ走り抜けちゃった方が、そうクレバーなんだけど。ん？どうした？どこ行った？
この足音、もし来るというのか。あ、だんだん近づいてきている。はーい。ワカメ、血のりを得たぞ。違う、血のり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 、ギャー、ギャー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。来てるね、来てるね。ああ、思わず先に進んでしまった。まあ、いっか。あいつらはもうね、ボコシが来てるから。もうボコリまくってるからね。ああ、そうか、ここか。いろいろいますね。というわけで、やっちゃいますか。この相棒で。これ、バニー。やれっかなー。なんですって、この二人を、この相棒だけで、ぼこすことができたら、呪術の火を、体の付属品として、捉えていいんですか。そうなんですね。本当なんですか。よし、行くぞ。あ、やばい。松ヤニと役を買ってない。何をやっているんだ僕は。よし、相棒行くぞ。ガチるぞ。はい、はい、はい、はい。おっ。さっすっよっ。すっげえ刺さってる。すっげえぶっといの刺さってる。くくりだったのかこいつ。よいしょ。ドゥイドゥッドゥッ。おっ、フフフフフ。まで避ける。おい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 。ほら。もう一回。はっ。おっ。はい。おっ。余裕ののみ。よっ。くれ。おっと。はい。お願いパリー丸出し。おい。あははは。どうした？本気を出さないまま終わってしまうぞ。あはは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 は。おい、100本ノックだ。おっ、待って、それは違う。う、いけるかな、このままいけるかな。ほっ、はよ、まで見ていける、まで見て触れる。当たらんのだよそれは。ほら、ほい、あ、両手持ちは待って、うん、両手持ちは確かパリーができない。オーケー、
オッケー、オッケー、オッケー。こい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 。それはこれ。それはこれ。それ、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 それ。ほっ、もっ。片手持ちで引き込んでおいて。やるじゃねえか。ほっ。ぬはは。どうした、両手持ちだと、もう自利品だぞ。おーい、はい、いける。これぞ逃亡兵士必殺強斬り。どうした、虫抜きだぞ。そんなお前にはこれをプレゼントしてやろう。俺の右肩にあんなおしゃれなもの生やさせやがって。立ちました、なんと一発撃破。素晴らしい。でもさすがにこの状態であっちの盗賊に勝てる気はしないな。このソウルを使ってちょっと松屋に買いに行こう。戻ってきたぜ、深見の聖堂入り口。さてまずは奴の面を拝みに行こう。おお、悠然としたその綱構え。そして投げる、そして叫ぶ、投げる。両手持ちはちょっと嫌だな。むっちゃ叫ぶ、むっちゃ。おい、おい、おい、へい、へい。ほほ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 ほ。なるほど。強靭がほぼないね。これはご利得かもしれんな。よっほいほいよっほ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 。何をやってるのかな。んっほ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 。おすごいな、一撃の重さたるや。だが俺は数で攻める。なぜかって俺は鳳凰の左眼をつけて、銀蛇つけてない。銀蛇付け替えてなかった。倒した喜びに溺れてしまっていた。もういいや、フリン。これ、つけっぱ。うん、つけっぱで行こう。ビビったるもんだ。あー、くそーい。まあ、ソウル量なんていつでもね、マラソンできると考える。もう、怒りの致命の一撃。あ、来い。お前が片手持ちであるか。うっ、ずっ、ぐっ、それいいね。だが俺の方がいいぜ。なんかこれ使うまでもねえな、やっこ。はっ、へっ、ほっ、はい、おっ、はい、こい、はい、はい、おっ、だね、はい、そろそろ。おぶれ。え、そんなロマンチックなモーションしてたっけ、それ。おい、これはもしやもうこれなのでは。おあはははは、貴様の強靭のなさを恨みたまえよ。いいね、いいね。頬の左眼、これ生きてないか。これ生きてるね。いや、これスタミナもうちょっと増やそう。この強靭のない相手へのこのメタリ方が本当に半端ないです。ありがとうございます。うわおいおい、体力満タンになってしまうぞ。
振りかぶりが何とも悲しいじゃないか。つつましい振りかぶりだな。私のこのコンパクトにして、そして最短距離を走るこの振り、そして体力充当。モーション値の違いだよ、これが。これが優勢か劣勢かのモーション値の違い。君の生まれを、そう、恨むが良いよ。よっしゃ。おっ、うん、もう待ち構えていてももう大丈夫じゃん。ほらほら、まで避けられるぞ。どうしたどうした。いい、この強者のムーブ気持ちいい。あの二刀流のやつの方がまだあれだったぞ。あれでやったぞ。トゥフートゥフフー、プゲラープゲラでござるぞ。うわ、今はこの回復の王のサガンのこのエフェクト音すら物悲しい。おやおやおや、ナイフも投げ終わってしまっただな。だよー。あ、痛い。何をあがくことがあるか。ほら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 。ほら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 。あら、体力がちょっと減ってしまったな。では、回復させていただこう。もう、うわはははは。よし。いざ。ここまで来ました。お、もう盾を構えている。怯えが。危ない。危ないじゃないか。危ないな、その踏み込みは。すっ、ふっ、すっ、ふっ、すっ、ふ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 っ、やるじゃないか。よし、決着をつけよう。お前は相棒と同じシーンだ。いやー、強靭って大事さ。それを教えてくれた同族、ありがとう。お前のこの蜘蛛の盾、いつか有用。蜘蛛の盾？これ確か物理カット率100じゃないんだよね。80か、物理カット。あ、なんだっけこれ、毒とか、完璧に防ぐ。防御モーションで。なんだっけ。紋章の盾。紋章の掘られた青い騎士盾。魔力を帯びたブルーシールドの一つで、紋章の盾は特に闇カット率が高い。戦技はパリ。あれ、闇カットだっけ、これ魔法カット率高いんじゃなかったっけ。闇か。よし、じゃあこの先攻めていきたいんですけれども、今回のところはここでおきたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。